ロバート・ヘンライはアメリカ合衆国の画家であるオハイオ州のシンシナティに不動産業者 JJ コザードの息子ロバート・ヘンリー・コザードとして生まれた1882年に父親が仕事上の紛争から発砲事件を起こしコロラドへ逃亡し解明して暮らしたのに伴ってヘンライも解明した1883年に家族はニューヨークに移りさらに アトランティックシティに移った。1886年にペンシルベニア美術アカデミーで学んだ後、1888年にフランスに渡り、1889年から1891年までアカデミー・ジュリアンでウィリアム・アドルフ・ブグローに学び、エコール・デ・ボザールでも学んだ。1891年にフィラデルフィアに戻り、 1892年からフィラデルフィア女子デザイン学校で教師を始めた。フィラデルフィアでは、ジョン・スローン、ウィリアム・グラッケンズラと、新しい芸術を目指す、美術家の集団、ザ・エートを作った。都会の下町や労働者階級の人々の生活を、写実的に描く運動は、アシュカン派を形成した。アシュカン派からは、スチュアート・デイビス、アーサー・ダブ、ジョセフ・ステラといった画家が生まれた。 1913年にニューヨークなどで開かれた国際展覧会アーモリー賞にザエトのメンバーと共に出展した。1906年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれ、1909年からニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・デザインで教えた。自らの美術学校を作り、1912年まで教えた。この時代に変来に学んだ学生にはジョージ・ベローズ、 ケント、エドワード・ホッパー、レイベンらがいる。1915年から1928年はアートスチューデンツリーグで教えた。ありがとうございます。